はい、こんにちは。今日は寒いです。今、横浜横須賀道路のね、横須賀パーキング出たとこなんですけど、今日はねどうしようかねすごいね、寒いんですよ。北風も強くてね、なのでね、まあ、またね、寒いところにあんまり行きたくないんでね、三浦半島あたりにちょっと軽くね、行こうかと思います。ちゃうと小銭を出すのがめんどくさい。あ間違えちゃった。左に行かなきゃいけないのにまっすぐ来ちゃった。こっちじゃないんだよ。曲がったことない。ここは住宅街に入っちゃうね、これで。まあどっか行くでしょ。なんか今一つどこを走ってんだかよくわからないな。あれ伸び、伸びの駅に来ちゃいましたね。全然思ってるところと全く違うところに出ちゃいましたけど、今頭の中でね、飯を優先するか俺の好きなこれをね左の方に入っていった方のね、その景色を優先するか悩んでますけどね。飯を優先するんだったらここまっすぐ行っちゃった方がいろいろお店はあると思うんですよね。今1時もう回っちゃってるんで、時間的にねそっちの方がいいんですけど、でここ左に曲がっていけばね、俺があのよく行くあのボーメンって店はあるんですけど、今日ねボーメンってね感じじゃないんですよね。左行きますか。ちょっと景色というか、あのまあ景色か、俺の好きなあたりに行くのを優先します。腹減ってたけどね、今日まだ何も食べてないんで。いや気持ちいい、ここは何回来ても気持ちいいですね。でここはボーメンなんですが、どうしましょう。今日はやめとくかな。やっぱりねちょっとそういうノリじゃないです。ノリじゃないってほどの慣れだそうな話もないですけど、いいですねこの風景。
だけどバイク止めらんない。これですよ。雪弾が多分来てて結構寒い日なんですけど、本当にこの辺はね暖かい、気持ちいいですよ。いやー美味しかった。しかしあったかいな。今日はね、なんかこの冬一番のね寒さになったらしいんですけど、まあ昼間っていうのもあるんですけどね、ここは本当にあったかいですね。で、ウラリのね前にあるね、レンゲさんというねお店で食事しましたけど、またなんか縁があるんでしょうか。おばあちゃんワンオペの店でね、やっぱりまあ僕は全然見てないし、おばあちゃんっつってもまあ70歳ぐらいの方なのかな、お一人でやってらっしゃってて美味しかったんですよ。これがね、俺食べたのはね、まかない丼ってやつだったんですけどね。まあ、マグロの、まあ、切り落としみたいな感じですかね。なんかいろんな部位がね、まあ、丼に乗っかってて。ですぐにね、釜揚げしやすがパラッと散らしてあるぐらいなんですけど、マグロはまあ、美味しかったのと、あとですね、味噌汁がね、これはマグロだろうな、ガタ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 がね入ってて、であと三浦大根かな、大きい大根が入ってて、でそれとね小鉢がねついてくるんですけど、マグロの血合いの部分のね煮たやつですね、甘辛く煮たやつ、これがねまた美味しかったんですよ。であともやしのナムルみたいな感じかな、
これもね、いい塩梅でとても美味しくてですね。で、それで1100円、安いと思いますよ。あの辺ね、もうまあ他のあのやつだとね、やっぱ1500円とかそのくらいしてましたけど、1500円とか、まあ、高いのはね2000円オーバーとかもちろんしてましたけど、もう全体的には安いんじゃないですかね。周りのお店に比べてもね、全然安いと思いますよ。ここでね、なんかあのご飯のおかわりとか大盛りとかね、あの無料でね、食べ終わる頃にはね、おばあちゃんがちょこちょここうね来て、ここであの味噌汁おかわりいるとか、ご飯足りるとかさ、あとあのそっちはそのマグロのその煮たやつはとかさ、もやしは いらないとかさまあもうちょっと俺はあのお腹いっぱいだったんで、 ありがとうございます大丈夫ですってお断りしたんですけど、なんかねあの くれるって言い方変ですけどね、無料でねいただけるみたいですけどね、あのとってもとってもあのおばあちゃんも、おばあちゃんだってこれ多分10個ぐらいしか違わないと思うんだけど、私、いい感じのね、周りのあのすごい綺麗なお店もたくさんあるんですけど、そっちよりか全然俺は好きでした、とても美味しくいただきました。なんか前にも行ったんですけど、ちょっとこっちの方行ってみましょうか。水戸入り口、あ、富士山がよく見える。止まりっぽいっすな。これはどうすればいいんだろう。そっち行っても行き止まりっぽいんですよね。よいしょよいしょ。というわけでね、今日はあったかい日差しを浴びようと思って三浦半島まで来てみました。ほとんどお昼ご飯食べに行ったんじゃないかって話ですけどね。いやでも本当あったかくてね、とても気持ちよかったです。それではまた、今回はこの辺でバイバイ。信号引っかかっちゃった。